約束をしたら指折りの日を数えてさ、ここで見守ることが間違いじゃなかった、仲間たちがいた、何があっても引かない。レジリエンス実践ユニットユニット長の藤井聡でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は2つライブ、ミュージシャンの方出ていただいていかがでしたでしょうか。いや良かったですね。なんかお聞きしているとちょっと正直うるっときましたね。本当になんかライブって生きるって書きますから、こうほんまライブやらないと死んでしまうんですよってね、おっしゃって、ほんまそうやなと改めても大人って悪いやつばっかりやなと改めて思いましたね。で今日はこのトークセッションということで、今日は主催が、ザ・プレイハウスさん、町田ザ・プレイハウスさんのライブですけれども、で京都大学レジリエンス実践ユニットでウイルス感染症対策で監修をさせていただいています。で我々の実践ユニットのメンバーである宮沢孝之先生です。はい、で宮坂隆之先生は我々の研究グループのウイルスのご担当の研究者で、我々の研究グループはいろんな経済学の方とか思想の方とか心理学の方とかいろいろおられるんですけど、ウイルス学をずっと研究されている方で、最近はよくテレビタックルなんかでいろんな演者にタックルしまくってるということでご存知の方も多いんじゃないかなと思いますけども、今日は宮坂先生にいろいろとお話をお聞きするのと、それから特別ゲストでミュージシャンのさやさんにお越しいただきました。さやさんです。よろしくお願いいたします。さやさんはいろいろとテレビメディア関係で2人でよくキャスターでご一緒させていただくこともあるんですけれど、はい、3月8日には僕 の, ちょっと知り合いの三沢和親っていうミュージシャンと一緒にステージもね、ご一緒させていただいて、そうですね、ご一緒させていただいたばかりで、はい、椎名林檎が諦めた翌日ぐらいに赤坂でライブをやったっていうね。そうでしたね。チャレンジでした ね、 今考えてみるとね、だいぶ叩かれましたですけど、はい、クラスターは当然出てないという状況でね、はい、やらせていただきました。今日はこのライブイベント、こちらの町田プレイハウスさんもずっとライブができてなかったというふうに何ヶ月もですかね伺ってます。でこの町田プレイハウスさんだけじゃなくていろんなところのライブハウスがそうできていないというのは、前回宮沢先生ともご一緒してですね、ドミューンで、ライブハウスの今後の音楽業界どうやっていくかというトークセッションをやらせていただいた時も、今音楽業界非常に厳しい状況にあるというのを伺っておりました。まあ、そんな中で政府は、2メーターのソーシャルディスタンスを守りましょうということを、この尾身さん中心の専門家会議というのがありまして、でそこで、その2メーター守りましょうということを、まあ、決めたわけですけど、これがある以上、例えばこの空間今80名ぐらいの方お越しいただいていると思うんですけど、多分2メーター本当に開けるとしたら一桁の方しか多分入れない、7、8人ぐらいしか入れないということになります。そうするともう採算とかそういう問題じゃもうないですよ。なんかライブ会が完全に崩壊してしまうことになります。でこれ大きな2000人3000人入るようなホールでも2メーターを確保すると、これはもう赤字になるというのはこれも報道でも言われている通りで、2メーターじゃなくて1メーターにしてもこれも赤字になると、固定費がかかりますから。そういうことで今の感染症対策が本当に正しかったとしたら、感染を広げないために、小ビジネスは潰れてくださいということに今なっているわけですね。で本当に感染が広まるんだったらそれはしょうがないということだと思うんですけれど、それでも広がってもいいじゃないかという意見があるかもしれないですけども、なかなかそれ通らないかもしれない。だけどそうじゃなくてですね、ウイルス学の見地に基づいてですね、しっかりとした対策を施せばですね、2メーターの距離を空けずにこの
ライブハウスの状況の中でライブを行ってもですね、これ全く、全くとまで言うとわからないですけど、ウイルスっていうのは 100% ってないかもしれないですけど、もうほとんど感染するリスクをないゼロの状況のままでできるということを、宮沢先生なんかとですね、議論しながら革新を我々京都大学の学術的な視点から革新しています。でそういう中でですね、今日はどういうふうにするとこのライブが安全できるのかっていうのを宮沢先生に改めてお聞きするのと、それから音楽業界今どんな状況にあるのか、ここをですね、鞘さんからお聞きするというふうにしてですね、これからの、ライブのあり方、ひいてはですね、この日本のショービジネス、文化産業、それのあり方で、実際ライブですから、こうどうやって我々日本人が生きていったらいいのか、そんなことを考えられたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは、長々と私ちょっとお話して恐縮ですけれども、まずさやさんに今のショービジネスの音楽業界がですね、はい、3月8日の時はね、なんとかライブできましたんですけど、あれからどんな感じなのかも含めてですね、ちょっとお話を聞かせていただけるとありがたいなと思います。はい、そうですね、もちろん私が全部音楽業界のことを知り尽くしているわけではないんですけども、私が知っている限りでいうと、ライブハウスが50件くらいですね、全国で廃業まで追い込まれてしまっている状態で、先日7月31日にですね、名古屋ブルーノートが廃業したというのが、かなり音楽業界的には大きな衝撃だったんですね。特にブルーノートさんは本当に老舗というか、重要なライブハウスというか、そうです ね、やっぱり多くのアーティストが憧れて、そうですよね、そこに到達したいという思いを、目標を、持って、やってる方も多かったので、本当に衝撃がありました。それから新宿のサクトさんとか、あと老舗のペンギンハウス、高円寺のペンギンハウスであったりですとか、本当に長年、ライブで様々なアーティストを発掘してきたライブハウスがどんどんなくなっています。で私地元が横浜なんですけれども、ジャズのライブハウスから、ジャズのライブハウスに育てていただいて、シンガーとして活動できるようになったっていう経緯があって、横浜の馬車道のパラダイスカフェというですね、滝智春さんという南海岸線でヒットしました、方がオーナーをやっているライブハウスで、ちょっと現状を聞いてまいりました。でもうとにかくできる限りの対策、感染症対策は全部やっている。こちら のプレイハウスさんもそうだと思うんですけども、こういうフェイスシールドを最前列の方につけていただいたり、入り口で体温チェック、手のアルコール消毒、マスク着用のお願い、大声を出さないでくださいというインフォメーションをする。それからキャパシティ65席のところを30名までに限定している。それから客席との間に、ステージと客席との間に80センチ四方のアクリルボードを4枚置いていると。それから最前列のお客様にフェイスシールドをしていただいて、換気のためのサーキュレーターも3台入れて、休憩時間に必ず換気を行っていると。で結局できることは全部やってるんだけども、どこまでやったら OK ですよっていうガイダンスがない限りは、それが公の政府としてのガイダンスがない限りは、どこまでやったらいいかわからない。でお客様の方もキャパシティの半分入れていいですよというようなことで、一応半分でやってるんだけども、半分って意外と それなりにいっぱい、今日もそう感じられる方多いと思うんですけど、なかなかの満員っぽく見えたりするんですよね、例えば半分にしても。でライブレストランであって、ちょっとこう空間に余裕のあるようなところはもう半分入れただけで満席なんで、ドア の入り口を開けた瞬間にうわーってなって、もう帰りますみたいなお客さんも出てきてしまっている。でやっぱりこれ滝さんも問題に感じてらっしゃったのが、そのライブハウスを一括りにして、スタンディング型のライブハウスでと着席型でレストラン営業もしているライブハウス、それから着席型でワンドリンクカウンターでちょっと取って飲んでっていう3つとりあえず分けてほしいと。でガイダンスをそういうふうに細かく細やかに実態に沿った形で決めてくれないと、もうこれ以上やりようありませんねみたいな感じで絶望的な
表情をされてました、まあ、そうなんですよね。ガイドラインって一応決まってまして、実はこのガイドラインを決めるときに厚生労働省並びに専門家会議の方々と、実はここにおられる宮沢先生もいろいろとアドバイスをされながら決められたんですけど、それ決める過程の中でも非常に忸怩たる思いがあって、行政というのはですね、専門家会議という中心の会議でソーシャルディスタンス2メーターを確保しましょうというのが決まっちゃうと、はい、わかりましたみたいに、もうこれラーみたいになってくるんですね。でもうあと全く思考停止しててそうなって、もう宮沢先生がどれだけウイルス学の、もうだって宮沢先生もウイルス学の論文何百本も書いてる、もう超専門家なわけですけど、これ全然大丈夫ですって言っても、 2メーターを確保するのだってなっちゃうんですよね。でももう行政なんでしょうがなく、宮沢先生もそこで、まあとりあえずこれぐらいにしとこうかっていう、まあ、そんな交渉もされてた中なんですけど、もうどっからお話いただきますかね。もう宮沢先生、 今この文脈の中で何かお話されたことをぜひ好きにお話していただくのが一番なん、これをとかって聞くよりもぜひお話しいただくのがいいかなと、ぜひお願いします。はい、皆さんこんにちはありがとうございます。私音楽が好きなもんで、ライブハウスとか、ね、自分もピアノも弾きますし、いろんなコンサートとかライブが中止になって、挙句の果てにですね、皆さん自粛し始めちゃって、それで再開できなくなっちゃった。で、いろんなところから SOS が来まして、でライブハウスの、コミッションでしたか、そこからガイドライン作ってくれと。分かりました、やれるようにしましょう。でどこが所轄官庁なんですかって言ったら、警察だって言ったって、まあ警察相手だったら、まあ僕が専門家やから、まあこうですよって言ったら聞いてくれるかなと思ったらですね、厚労省と内閣府の人たちが出てきて、先ほど言った2メートルですね、最低でも1メートル、これね、どの業界でも同じ文言を入れろって言うんですよ。同じ文章を入れろっていう、なんか本当にバカなんじゃないかと思うんですけどバカだと思いますけどね、うん、バカなんですね。それで、だから業種によってはそういうのができる業種はそれはしたらいいけど、できへん業種はできへんから、じゃあウイルス学的にどう考えたらいいのかっていう話じゃないですか。それを一生懸命考えてもですね、一律に2メートル入れろっていう話になったんですね。まあこれその前のね、ウイルスの話でも、某北海道の先生とかがね、N 先生ですかが、もう今京都だと思う、ね、京都か、京都、8月1日、そうか、僕の上司になるのかな、分かんないですけど人をね、物みたいなこと言って、接触機会削減8割とかなんか言って、うん、僕らは何にもびっくりしなかったんですけど、さすがにそれはないでしょと。だってね、皆さん考えてくださいよ、車と人が動いてたり歩いてたりしたら、それはぶつかりますよ、それは事故りますよね。それが事故の原因なんですけど、じゃあその人と車減らしましょうかってバカな議論しないですよね。そしたら車道と歩道を分けて信号つけて、まあ、歩きましょうねと、止まるやつは止まるって、止まらないやつは取り締まれって話じゃないですか。それやったらほぼほぼゼロじゃないですか。そんな当たり前の話ですよね。それをただ動くなとか、ね、ステイホームとかソーシャルディスタンスとかなんか言って、それは収まるけど、こんなことしてたらみんな死ぬでしょ。でそれぐらいね、分からないんですかってことをずっと思ってて、特にですね、まあ、ちょっとビデオ回ってるから言いにくいんですけどでも言っちゃうんですね。まあ言っちゃいますかね。いや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 、僕らは専門家なんですよ。専門家で、ウイルスこうやったら感染しないって熟知してるわけですよ。それはいつでもね、ウイルスが飛んでるようなところでね、仕事してて何もの人死んでますよ、それは僕らの同業者だけど、それ見て大体これぐらいしたらいいんだなってことはもう 身をもって分かってるわけですね。それでね、そういう状況下で、じゃあ一般の国民にどういうアドバイスしたらいいかっていうこと で外出るなとか言ってくるわけですよ、政府とかが。で僕らとしたらこれはね、プロフェッショナルじゃないわけですよ。普通にね、考えたらそんなことしたら経済も終わってしまうし、ずっと逃げ回ってたとしても、これウイルス後からついてくるわけですね。でついてくるところをこうずっと逃げなきゃいけないのに、そんな縮こまってね、言ってたらもう全てが終わっちゃうじゃないですか。だからそういう状況下においてですよ、どういうことをしたらいいんですかっていうことを考えるのがプロ のアドバイスじゃないですか。それがプロがですよありがとうございます。プロが家にすっこんどれとかね、外出るなとか、出るんやったら2メートル開けろとか、2メートル開けろとか、こんなこと
と言うてたってね、そんなプロじゃないですよ。そんなアホでもできますよね。それプロじゃなくたってできるわけですよ。ウイルス流行ってる、あ、家から出なきゃいいんじゃないですか。それプロじゃないですよね。そういうところからしてね、ムカついてて、まあそれで、まあ、このガイドラインとかね、あった時に2メートルと、でできへんと。そしたらここにね、ライブのところにすだれ立てろって、すだれとかね、うんうん、ビニールを、ビニールね、ほんでそれ厚労省からメールが来てて、転送されてて、もうちょっと転送メールなんだけど、電話番号が載ってたんでね、夜中の2時だけども電話しましたよ、内閣府にね。ほんで出てきた、夜中の2時って、働いてんなと思って。出てきたんですね。出てきた、出てきた、出てきた、すごいな。ほんでさらに立派やな、担当者ですよね、も立派ですよ。いや担当者じゃありませんって。じゃあ担当者いつ帰ってくるんですかっつって、いやなんかよくわからないって。いや担当者、言っといてくださいっつって、僕めっちゃ怒ってますからねっつって。そりゃそうでしょ。だビニールシートなんか貼って何が面白いんですかって。それね、芸術家に対するね、侮辱ですよ。侮辱ですよ、それは。こんなもんできるわけないし。それをね、なんか当たり前のように言ってくる神経がわからんと思って、ほんでもう頭きたんですけどね。まあそれで、まあその後専門家会議の人と一緒にガイドライン作るってことになってね、まあまあ議事録残しますかとか、録音残しますかってね、一悶着があって、結局まあ議事録がない、録音は残したけど外に出さないという条件になったんですけどね。で結局ね、2メートルっていうのは残っちゃったんですよ。ほんでそれも6月にガイドライン作って、これ6月30日まで の限定にしてくれて、で7月にこれこんなの、ね、守ってられないから7月に変えてさせてくれてたら、これもダメだったんですよね。ほんでなおなおに来ちゃったわけですよ。でこの中でね、ソーシャルディスタンスを信じとるやつどれぐらいもんですか。マスクしてね、黙っとって映ると思ってるやつがどんだけおんの。サイコキネキスみたいなもんですよね。何やったかな、バビル2世みたいな感じですよね。おるわけないじゃないですか。その能力がないと映らないですよね。なんで映るんですか。瞬間物質輸送機みたいなもんですよね。映らんっていう証拠出せって言うんですよ。いやだから瞬間物質輸送機持ってこいっていうことですよね。ほなね、じゃあ逆に聞くけどね、じゃあ映るって証拠出してよって。映るわけないじゃん、映ったってエビデンスないでしょ、こんなもん。マスクがあるんですかね。電車で映ってないですよ。映ってないし、映ってない証拠がない、映ってるとか言うんやけど、いやそれ都市部とね、田舎でね、全然同じようにウイルスが流行って収束してるわけですよ。ほなら映ってないって証拠じゃないですか、感染。いやそれはね、1万人1回とか100万回に1回とかそれぐらいあるかもしれないけど、そんなの大したことないでしょ。で皆さんお気づきのようにさ、これ若い人はほとんど病気にならないんですよ。なったとしてもですよ、味覚障害とか熱ちょこっとして今ここに出てきた人ね、全員に移したとしてもですね、まあ、ほとんどの人移らないですからね。移らない、めちゃくちゃ安全だ。ここは移らないですからね。で今回大事なのは、移って病気になる人を守るっていう話ですよ。移って病気にならない人まで移らないようにする必要はないんですよね。なのでその辺履き違えて、最初はそういうつもりだったと思うんです。政府もね、医療崩壊しないようにっていうのが目的だったのに、何やんか、だんだん行くうちに一人も感染者出したらいけないって、この前タックルでちょっと頭切れちゃって、僕ね、どかの病院の先生がですね、大丈夫ですよ、一人も感染者出したらいけないんですよって言ったから、お前そんなわけねえだろと。一人もっつって、このウイルスで何十年も存在する可能性が大なんですよ。皆さん知らないと思ってますけど、知らないかもしれないけど、このコロナウイルスっていうのはね、今普通に流行ってるやつ、一番最初に見つかったのが1968年で、いまだに流行ってるんです毎年、ね。でね、この前も日刊現代さんに出したけど、 NL63 っていうウイルスがあって、今回と同じね、新型コロナウイルスや SARS コロナウイルスと同じ受容体を使って、性質めっちゃ似てるウイルスがあるんですよ。まあ結構ひどい風邪を起こすんですけどね。でこれもね、いつ生まれたかってね、もう論文出てて、11世紀ですよ。11世紀平安時代で紫式部やったって話 でその時代からあって、僕らウィズコロナでずっとやってきてるわけね。それをね、なんか今来たかのように、確かに今回のウイルスは新しいですけど、確かに新しいから、ちょっと最初はね、どんなウイルスも新しいやつはちょっと病原性強いんだけど、だいたい病原性下がってくるんですよ。そのうちね、みんなうつうつ気づいてるでしょ。もう下がってきてるよ、明らかにね。弱毒化してるっていうのは本当ですか。分かんない、分かんないけど、今感染者がこんだけで、弱毒化してなかったとしたら、昔から弱毒してます。というのは、なんて言ったらいいのかな、
こんだけ一生懸命調べて、こんだけしか重症化してないってことはもう弱毒してるんですね。で前回はどうだったのって話で、それは調べてなかったからね。前回は絶対今回の波よりも絶対でかい感染者が出てたはずで、それ全然調べられてなかったからなんだけど、で今回、調べたらめちゃくちゃ出たけども、もう前回調べたらもっと10倍とか100倍とか出てたのもおかしくない、うん、でそれで、まあ、病原性が低くなってるか分かりません。だけどまた冬になったらね、流行って病原性高くなるかもしれないけど、まあでもそれもたかが知れてるでしょ、今回と同じぐらいだと思うんですよね。それをね、なんか知らないけど今回面白いのに、まあ、ウイルス研究者がこんだけ言ってもですね、ウイルス研究者じゃないノーベル賞研究者とかなんか知らないけど、これから個人的な恨みの話が始まります。放射線をやってる人とかなんか出てきて、なんかニューヨークになるとかね、まあ、いつ何回東京がニューヨークになったりとか、町田がニューヨークになるんですかって、町田がニューヨークになったらいいですよね。人口規模がだいぶ違いますね。確かになるわけないじゃないですか。で、ね、まあ、ちょっと以前はあれだけど、10万人死ぬと、まあ、それが1年で10万人死ぬとしたら、まあ、5ヶ月間流行ってたとしたら、毎月2万ですよ。毎月2万死ぬって言ったらね、1日700人死ぬわけですよ。で1日700人死ぬとかね、報道されたらね、みんな外出ないでしょ。そりゃそうでしょ。何もせんでも出ないですよ。何にもしなかったら10万人死ぬって言っても、毎日700人死ぬって報道されたらみんなこもりますやん。こんなもんですよ。なんで10万人死ぬんですか。僕ら絶対ね、そんなことはないと思っていて、まあ、せいぜい亡くなったとしても8000人、まあまあ、普通に考えて2500から3000人くらいかなと思ってます。こういった話をですね、3月ぐらいの時に、まず我々一番最初にこの議論を始めた時に、最大でどれぐらい亡くなってしまうんだろうということを見積もったんです。その見積もった時に参考にしたのが武漢の収束データなんです。我々が参考にしたのは武漢程度の対策を行った時にどれぐらい亡くなるのかっていうのを3月でうちの家で ね、応接間で議論したときで、大体これ3000人から8000人ぐらいちゃうかみたいな。そうそうそう。だってね、1万人以下の人は武漢と同じだったとしたらね、武漢は武漢市なんだけど、湖北省ってとこにありまして、湖北省が確か6000万人ぐらいの人口なんですよ、5600万。ほんでね、そこで、まあ、2、3000人死んなくなったって話ですよ。で、日本国土に直すとですね、まあ、8000人、うん、8000人、6000人とかね。でこれはどういうことかっていうと、その後皆さんアメリカとかヨーロッパのデータで10万人とか20万人とか40万人とおっしゃったんですけど、我々はその武漢のデータ、並びにあの時韓国も結構収束してたんですけど、そのデータをベースに考えると1万人いく可能性はあるかもしれないけど、そんなに高くないっていう見積もりがあったんで、この見積もりはどういうことかっていうと、アジア人が持っているファクター X を3月の時点で我々は織り込んだ上で推計してたんですよ。でなのにもう来るで、明日もう2週間後の日本はもううちらみたいな、ニューヨーク在住の日本人からしてみたら2週間前こんなんやってんで、来るでっていうのあったじゃないですか、あの有名な動画、あれ見てビビってしもたんですよ。これでちょっとだいぶおかしくなったところはあるんですけど、やっぱりファクター X があったっていう、まあ、もちろんね、先のことはわからないから安全側に見るっていう政府の対策は僕は全部は否定はしないけれども、我々が言ってた数値の根拠はもう明確にあったわけで、まあ、そこを考えながらいろんな対策をやっていく必要が本当はあったと思うんですよね。でもね、まあ、もしかしたらね、10万人死ぬとか42万人死ぬとか、これがね1年じゃなくて15年でとか、そういうこと言ってくるかもしれないです ね、うん、ね。でもそんなこと言ったらね、100年経ったら、ね、1億人死ぬよそらねマジで多分。でところでちょっと ライブハウスの話に話を戻したいと思うんですけど、今回のね、対策いろいろあるんですけど、まず観客の皆さんに目鼻口触らないマスクをしていただくという協力をしていただく、お店の方には換気をしていただくという協力をしていただく、このライブハウスは換気システムがしっかりと備わっててですね、この演者ワンステージごとに換気を15分やるという格好で行っているんですけど、換気って実際どれぐらい必要なものなんでしょう、宮沢先生。これが分かんないんですよ、本当に分かんないです、ごめんなさい。どのルートで感染するのかっていうのは、まあ、お医者さんとか専門家でも意見が割れてます。で僕は、やっぱり飛沫感染が一番多い、多くて、その次、まあ、接触感染で、空気感染っていうのはこれね、定義からして割れてるんですよ、うん、定義が分からんのですよ、うん、そうですね、で大抵の多くは飛沫感染だと僕は思ってるんですけど、まあ、ずっと 何時間もプカプカ浮いてるやつで
感染するのかっていうとちょっとね分かんないところがありまして、でね今回のやつもまあ、皆さんねいろいろな映像を見せられてるわけじゃないですか。なんかこうやって電車の中でウイルスがイエーとかやってる、それね全然意味がないんですよ。でそれもバーって飛んでたやつがどれだけ感染性を保持しているのか、それから僕らがどれだけ吸い込んだら、何個吸い込んだら、何十個何百個吸い込んだら感染するのかっていうデータがないんですよね。これをねまた面白いことにね、なんか富岳スーパーコンピューター使ったら分かるみたいなね、ここで言ってますね。分かんないんですよ。だってね、だってそもあとねパーって飛ぶのをねスーパーコンピューターでやること、あれ多分5万円のパソコンぐらい、スーパーコンピューターって電卓の速いやつですからねあんなもんで分かるはずないんですよ。多分電卓ですからね、あんなもんね。1秒のところで 0.0001 秒で計算できるな。コンピューター知らん素人が言うとコンピューターもね、その前提がないと計算しようがないんですよ。もうこっちはもう18の頃から計算しまくってるから、こっちはもう大型計算機船体とこんなの紙持ってってやってる。計算で分かるもんじゃないんですよ。感染実験して何個吸い込んだら感染するとか、そういう実験しないと分からんのに、そんなもん計算で分かるわけないじゃないですかって話。でそこになんかどっかのねノーベル賞の人がなんかなんでかな、あれでしょうね、本庄先生じゃないと思いますけどねきっとね。さやさんからぜひ何かこうこの機会にちょっと提起したいこと、聞いてみたいことがあれば、そろそろ終わりの時間も近づいてきてるんですけど、はい、ありがとうございます。この、ライブハウス側の事情ももちろんあると思うんですけど、逆に演者側とか、はい、例えば音楽事務所だったりの方で規制が始まってしまっていて、うん、でコンサートのガイダンスが細やかにないためにそういう現象が起こってると思うんですけど、自分たちで自分たちのライブの在り方を自主規制しちゃってるんですよ、もうすでに。で年内 の, そのライブに関してはまずステージ上で盛り上がる曲はやらない、オリジナル曲は歌わないライブちゃいますやんそれ。それから、ヒーリングミュージックに限定するあとカバー曲だけやるとか、なんでやねん、なんかね自分たちで自分たちの首を絞めるガイダンスを作ってしまっていて、で照明も入れない、大道具も入れない、それから生演奏じゃなくてカラオケでやるっていう、もうそのくらい細かいガイダンスを自分たちで作っちゃって、ね、帰ってつまらなくしている。そうすると来年以降お客様が減っていくのは間違いないなと、つまらないものをやっぱ見たくないですもんね、皆さん。でもね、僕はね来年の春になったら風向き変わりますよ。絶対変わります。どうなるんですか。この冬を越して皆さん、あこんなもんやったんやって気づくと思います。で4月にね、みんなな、うん、やんあの1年はって話になる。いやそれだったらいいんですけど、日本人どこまでアホなんかちょっとよくわからないところがありますから、うん、いやだからどこまでアホなんかが問われてるんです。アホなんもう分かったからどこまでなんやみたいな、決めたら決めた路線で行くみたいな、特に官僚とも、ね、ほんまに心の立つんですよ。いや不思議なんですよ、一回決めたらね下ろせないですよ。多分ソーシャルディスタンスはね永遠に続くんやけど、みんな気づかなくて、なんかあったよねって話、いい伝みたいになりますよ東京で言ったら。いい伝いい伝みたいな、ちょっとわかんない、なんかあったね山手線がいい伝みたいな、あんな感じになると思いますけど、これね、まあ、春になって明ければいいんですけど、そうならない可能性もあった時にね、僕はやっぱり経済の問題っていうのはあると思うんですけど、僕ねやっぱりね経済の問題じゃなくてね芸術文化生きることの問題だと思うんですね。で今日ね野口武夫さんっていうこれクラシックの方なんです。その原稿ブログの原稿これご本人に確認配っていいですかって言って配らせていただいてるんですけど、またこれぜひねご覧いただければと思うんですけど、要はねこれは私がやらせていただいている雑誌の表現者クライテリオにもご寄稿いただいた方なんですけど、ブログでねこう書いてらっしゃるんです。ベートーベンの音楽を、これベートーベンをねやられたりとかしてクラシックの方ですけど、ベートーベンの音楽を演奏したり聴いたりすることは不要不急のことではない。ここなんですよね、音楽が不要不急って誰が決めたんじゃわ。あ、我言ってしまうのに我言ってないですよ、うん、で、たとえ人が少なくなろうと会場や曲を変更しようと演奏の機会を守れなかったのか、守らなかったわけですよね。僕らももう3月8日最後にねそれからやってない、もうようやく波が越えてこの時点になってますけど、で音楽関係者がどうなってるかというと、どこかで諦めてしまっている、こうした理不尽な事態や追い込まれたことへの憤りとか苦悩の表情がほとんど見られない。これがね僕は問題だ、まあ、問題だとおっしゃってるんですよ。すみません、そうだな。
でもね、ここがね、僕やっぱり今回先ほど2つステージね拝見して本当にそうだなと改めてこの言葉の意味を思ったんですけどね、生演奏とは何か。ただ生で演奏することが生演奏なのではない。本来なら淡く消えてしまう演奏の命、それをどれだけ強く深く感じて演奏しているのかが問題なのだ。これが分からんやつはライブについて喋るなお前ですよね。そういうことなんですよね。で、このままの状況が続いたら芸術において本当に大事なものは決定的に失われるだろう。いや、そういうことなんですよね。これはもうたまたま僕昨日この記事見てね、あ、はい、配ろうと昨日思ってあのご本人に確認して配らせていただいたんですけど、経済の問題ではあるんですけど、こういうライブリブ、もう一回繰り返すけど、生きることですから、生きることっていうのは飯食うためにその休憩で音楽聴いてんちゃいますから、音楽を生きるような人生のために頑張ってご飯食べてるようなところがあるわけですから、そういう最も崇高なものを出していただいているのがこういうライブハウスの場所であってね、本当にね最も崇高な公共事業だと僕は思います。ミュージシャンの方々って、ね、そういう場所をちゃんとなんとかね、あのせっかく我々京都大学にウイルス再生医科学研究所だってあるんだし、レジデンス実践ユニットだってあるんだしね、何のために税金で大学の研究してるのかって言ったら、こういうのを守るためにやってるわけですね。そうなんですね。だけどね、意外とみんなだんまりしちゃってるんですよ、うん、何のためにね僕らやってたんやって話で、そう、まあ、基本キャツラって言いかけたんですよね。キャツラ、給料泥棒みたいなもんですよね、大学におるくせに。本当本当本当、もっと怒ってください。はい、なんか何やってんの専門家って。いや本当知る限りお二人しかこのライブハウス問題に首を突っ込んでくださった学者さんっていないんですよね。でもライブハウスがこれはね、まあ、一つは音楽を守るっていうことでありますし、もう一つはやっぱりその感染症の3密の最初の悪者としてライブハウスが報道されたわけですよ、はい、だからねやっぱりそこからこの3密とかそれが全部映画館とかにも波及してしまって、だからここでね反転しないといけないと思うんですよね。ライブハウス出たけど、まあ、パイチャートってありますよね、なんか円グラフね、うん、ライブハウスでも2円ぐらいのこう線にもならん割合で、いやそうです、ほとんど医療関係者とか介護とかですよね。そうです、 60% です、そうです、そのだからライブハウスってもう最初3つ4つとか出たんですけど、そこからほとんどものすごくねやっぱりねすごく言われたんで対策されたので実際出てないんですよ。でしかも抗原検査まで導入したらですよ、出ようがないですよ。で、はっきりとこれ山手線の方がやばいですから、ここよりも山手線の方がね、ここは飲み会の方がもっとやばいし、もっと言うとカラオケの方がやばい。でも全然で、もうだってこういう名刺出さんでいいですけど、某居酒屋とか行ったらやばー思うこといっぱいありますよ。口勝屋とか居酒屋とか新宿とか、これようみんなやってるな思いますよ、ね、大きい声でね、うわーってやってこんなんやってないですか、ね、誰も。僕はだいたい居酒屋行ってもマスクして飲む時だけこうやってこうやってこうやってますけどね、僕は映るわけにいかないんですよ、ね、ということでそろそろねもう終わりの時間が近づいてまいりました。このままだったら我々の話で1時間2時間ぐらい喋ってしまうかも。そんなもん聞きに来たんちゃうと怒られますから、そろそろ引っ込みたいと思いますけども、最後に一言ずつこのライブハウス、これからまたあともう2つねステージがありますけども、最後に聴衆の皆さん、それからメディアを通してご覧になっている方たくさんおられますので、一言ずつメッセージいただければ。まず宮沢先生から、はい、今一番大事なことは何かっていうとね、お金をもらうとかね、そんな補助金出すとかそういうもんじゃなくて、いかに早く日常を取り戻すかなんですよ。日常を取り戻すためにどれだけ努力するかなんですね。でもちろん感染を増やしていけないので、まあ、今日チラシ配った100分の1作戦とかやって感染を増やさないようにして日常を取り戻すっていうのをね、日本国民もう火の玉となってみたいな感じでもうねこれね本当にねこのままだと日本国がね滅亡してしまうんですよ。でこんなところでね、ステイホームでね、何もね、もうやらないで、ね、死ぬなんてね、バカバカしい。そう極東の日本猿になって終わりますよ、それ、うん、ほんでね、ここはね、日本は立ち上がらなきゃいけないんですよ。で、日本はね、幸いにしてね、アジアの中でもう本当に強い民族なわけですよ、これ。なんでかし、パクタイプスかどうか分からんけど、これね、享受していいんですよ。100分の1ぐらいにしかね、人死んでないんですよね。これでね、日本がね、こんな強い国なのに、ここだけがね、欧米と一緒にね沈没していくなんてバカバカしいですよ。もう皆さん、まあ、こんなね鉄砲とか持つ必要ないんですよ。ただ外に出て普通の経済活動をしてそうすれば日本を救えるので、まあ、ぜひ救っていただき、それからもう一つ言いたいのは怒りの声を上げろですよね。いや本当で
ですね。もっとね、怒っていいんですよ、国民は。怒らないんですよね。なんで怒らんのだと思って、なんか、おかみがこう言ってるから、ははじゃないんですよ、うん、もう怒っていいんです、これ、うん。理不尽があった時にはね。そう、お願いします。うん、はい、どうもありがとうございました。日常を取り戻す強烈なメッセージでした。ちなみに私、表現者クライテリオンという雑誌をやってるんですが、最新刊のタイトルが日常を取り戻すです。コロナから日常を取り戻す。ぜひ、私に言っていただいたらサイン付きで販売、5冊だけ持ってきてますから、言ってください、ね。じゃあ最後に、ミュージシャン代表として、さやさんから一言お願いします。はい、ありがとうございます。今日ね、やっぱライブを最初見せていただいてよかったなと思ったのは、やっぱり、音楽って振動 で、ね、このバイブレーションを肌で感じること、これがねどれだけこう体に来るんですよね。頭で聞いてるわけじゃないから、だから配信じゃ伝わらないものはいっぱいあるんですよ。私すいません、宣伝も兼ねて YouTube チャンネルをやらせていただいているんです。で、配信のライブもあるんですけど、やってるんですけど、やっぱりこう それでは表現できないものがあるっていうのをやっぱり今日見せていただいて改めて感じました。で、このね、配信で滞在できないものっていうのがあって、それがやっぱライブハウスという場なんですよね。場がなければミュージシャンもシンガーも誰も育たないんです。だからこの先、この1年なり2年なりどのくらいかかるか分かんないですけど、この間育ってないっていうことが未来の日本の聞くべき、聞いて幸せを感じる音楽を減らしているっていうことをやっぱり真剣に考えて、でライブハウスをね支えていく活動をしていかなきゃいけないなと思います。はい、どうもありがとうございました。繰り返しになりますけれども、この場は演者の皆さん、それからライブハウスの関係者の皆さん、そして観客の皆さんで、この3社で成り立って成立しています。ぜひ感染が広がらない、その、まあ、リスクを最小限に抑えながら、本当にこうビートを感じたり、いろんなメロディーを自分の中で同期したり しながら聞いて、この場を守っていけたらと思います。今日は 特別な、ね、ライブイベントということでトークセッションをやらせていただきました。ぜひ全国の音楽関係者、それから演劇含めたショービジネスの皆様方、これをぜひ参考にしていただいて、安全にかつ本当にライブを、本当の芸術を日本の中で守っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。